世襲に見つけちゃうわけです。今回紹介するのはゴローズのフェザーあるあると言いますか、最初にね入店して購入したフェザーから徐々にねフェザーを買い足しながらどのような組み方をねされていくことが割とポピュラーなのかということをちょっとね並んでいる頻度や長さに応じてどのようにねフェザーの組み方が変化していくのか、割とねオーソドックスなベタな組み方でちょっとね紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。まずねちょっと一番最初なんですけれども、一番最初はこういう状態ですよね。このまずはこちらの特大フェザー1枚なんですけれども、まずはこういった形で革紐でね1枚通してもらうところから全てのゴローズが始まります。大体ねこちらのね特大フェザー買われる方多いかと思うんですけれども、とりあえず購入するものとしてはこういったね浮気フェザーとか、あとこちらメタル付きですね、そういったものも結構ねラインナップとしては購入しやすくてね店頭で見かけることも多いので、こういったもの、あとターコイズのこちらの銀縄とかですね、こういったものは割とね在庫として店頭に並ぶことが非常に多いので、まずはね1枚目というところではこの辺のね特大フェザーを革紐1枚でというところからねスタートする方がね多いんじゃないかなと思います。なのでまずね特大フェザーをね1枚買って、まあその時に一緒にねチェーンの方はほぼ買えないので、まあちょっとね現在のちょっと買い方についてのレクチャーといいますか、ちょっとね進み方になるので、まあ昔はね一番最初からねチェーンもフェザーも変えてたということももちろん当然ありましたし、まあ自分なんかはどちらかというと一番最初に購入したフェザーがこちらのねサキキンフェザーでした。こちらの方がやっぱサキキンが好きで、やはりねこれがどうしても欲しくて、まずねこちらを1枚付けから始まったんですけれども、現在はねちょっとねこのサキキンの入手が非常に困難になっていることもあって、まあ多分ねこういったね浮気もかなり使い勝手いいので、浮気フェザーとか、まあメタル付き、こういったところがねまあ主にね一番最初に買われるフェザーになってくるんじゃないかなと思います。で次でねこちらチェーンですね。チェーンがやはりね購入できて、こういった感じでね1枚付けという状態ですね。こういった状態になってくるのかなと、まあやはりねフェザーを買ってしまうと次ねどうしてもねチェーンの方も欲しくなってくるんじゃないかなと思います。で次にねメタルですよね。メタルとかをね一つね端につけてあげることによって結構アクセントになるので、まあこの辺でねフェザーとチェーンが揃った時点でメタルをね一つ足してあげるのもねいいんじゃないかなと思います。またねこの時点で特大フェザーや他のねフェザーを買われるということもあるかと思うんですけれども、とりあえず今回ねあるあるパターンとしましては、まあまあメタル関係をね一つ買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。次にねもう一枚ね特大フェザーを購入して、特大フェザーの2枚付けプラスメタルですね。こういった感じでね付けられてる方非常に多くて、並びを見ててもねこのぐらいの状態の人が非常に多いんじゃないかなと思います。この辺から結構だんだんとねこう何を買っていこうか買い足していこうかね割と個性が出てくるので、とりあえずはねこういった状況の方多いんじゃないかなと思います。でね次にね増えていくものが側面の方にねいろいろなフェザーの方なんかも増えていくんじゃないかなと思います。ちょっとねここからはねアングルの方を変えながらちょっとね撮影の方していきたいと思います。で、ね、特大フェザーが、まあ、2枚ね増えたことによって、次にね組みたいというと、まあちょっとねこれもねオーソドックスな組み方になってくるんですけれども、こんな状態ですよね。こんな状態にして、まあねキムタクのファーストセットに近い形ですよね。こちら紙セットと呼ばれているものにちょっと近い形にされる方も多いんじゃないかなと思います。そのためにね細角チェーンを買っておかないと、こちらのねハートホイールフェザーの L が通らないので、こういった形を使ってねこう4枚付けですよね。このぐらいまでですね多くてもねこういった形でやはりねキムタクのね使われているファーストセットに憧れている方も非常に多いかと思うんですけれども、なかなかここがね詐欺金にならないというところがちょっとねネックなんですけれども、こういった状態でね付けられている方もね多いんじゃないかなと思います。ただね現在にもねここまで揃えるだけでも結構ね足を運ばないと入店できないので結構大変なんじゃないかなと思います。まあレギュラーアイテムでは組んでるんですけれども、やはりね購入するまでの間にね欲しいものがそもそも店内にあるのか、そこそこ両番を引かないとそうやって限られたアイテムしか残っていないので、ここまで揃えるだけでも現在はね結構苦労するんじゃないかなと思います。ちなみにね紙セットと呼ばれているものなんですけれども、まあちょっとね作品の方と入れ替えてみました。実際こちら左右逆さまなんですけれども、まあこういった感じを目指されている方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、とにかく現在ねこちら先金の入手が非常に困難になっているので、その辺で苦労されている方がね非常に多いんじゃないかなと思います。といった感じでちょっとね感じとしてねイメージしてもらうためにこうやってね紙セットの方を組んでみたんですけれども、やはりねここに行くまでにはまだまだ時間かかります。まあ運もあるんですけれども、当然ねやはりねまだここに行く前にさまざまなものを購入することになることが多いんじゃないかなと思います。でこの辺からねちょっとね血迷ったね血迷いさまよい期といった感じでじゃら付けが始まるんですよね。まあ、
この辺じゃら付けしない方ももちろんいると思うんですけれども、やはりどうしてもねアイテム購入してしまうんですよ、言ったからには。でね、こちらターコイズが入ったりも、これで5枚付けですよね。こういった感じでどん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 ね、買ったものを首にただぶら下げていくといったような時期が来る方もいるかと思います。まあ、こうやってねどんどんじゃら付け機ですよね、どん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 買ったものをただただ首にぶら下げていくといった感じで、これ悪循環なんですよね。これ良くないんですよ。実際ねめちゃめちゃ束になってしまいますし、重たくなるし、見栄えもごちゃごちゃして何が何だかわからなくなるんですけれども、これもね多分まだまだエスカレートされる方もいるかと思います。そのねスーパージャラ付け機、次にねこちらね両サイドに L のねプレーンフェザーの方も行ってみました。もう相当ガッチャガチャですよね、この辺はね。まあ、ここまで入れてくるとね本当にビーズとかで組んだ方がいいんですけれども、まあ固くなりねチェーン好きの方はこんな感じで、もうかなりジャラジャラっと、これ首につけるともっとねこう 束な感じになってきてしまうので、シュシュつかないんですけれども、まあそれでもねこういう時期をね、まあ誰しもがというか通る方は多いんじゃないかなと思います。こうやってねジャラ付け機、これエスカレートするとさらにねこのまだ両端にねまだつける場合もあります。この際なんでねとことんつけてみました。まあここぐらいいっちゃう場合もありますよね、実際ね。これもすごい束で、も相当首もね肩も凝りますし、めちゃめちゃですもん。で外側にねこちらねプレーンフェザーの S の方を入れてみたんですけれども、こういった場合も丸カンを使ってね通さないと、もうねこちらのフェザー自体の穴がチェーンの方に通らないので丸カンを使用することになるんですけれども、意地でもつけてくるとこんな感じですね。もう束感が半端ないんで、もう相当重たくなってしまうんですけれども、とにかく買っていくとねこうなってしまう場合もあります。やはりねこうどん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 俺はこれだけ持ってるぞみたいな感じで結構どやってしまうわけではないんですけれども、あるあるとして結構ねこう一つのチェーンにどうしてもね全て買ったものをねつけていきたいという衝動に駆られる場合もあります。ただねフェザーあくまでもね内側内側を向くようにね、こちらのフェザーがすでに内側を向くような感じでね組んでいくことはね、もうこちらもセオリーなので間違いないようにしていただいて、まあこれが悪いわけではないんですけれども、そういう時期があります。こういう時期こうやっていっぱいつけちゃいたくなっちゃう時期があります。そうしている頃にまあここまで来る前ですよね、ここまで来る前にそうは言ってもね様々なねフェザーと出会えるかと思います。そういった時に購入できてくるものがこちらプレーンですね。プレーンフェザーの特大のプレーンフェザー、こちらもね最近結構ね見かけることが少なくなってきたのと、やはりねちょっとねそれなりにアイテム持ってないと多分ね今ね購入できないかと思うんですけれども、こういったプレーンフェザーが購入できるようになってきたりとか、あとこちらの、ね、銀爪ですよね。この辺はねやはりね一番最初のハードルといった感じで、銀爪なんかは結構ね店頭にあるところもあるんですけれども、カウンター下のショーケースにあるんですけれども、ちょっとね聞いてみて出してもらえたり出してもらえなかったりはあると思うんですけれども、それなりのアイテムはねもちろんねこれだけあれば多分買えると思います。これだけ購入していれば、まあ、ここまで来た頃にはね多分こういう段階でやはりねこのフェザーの真ん中にこういうね銀爪を入れてみたりとか、やっぱ銀爪入れるとね結構また雰囲気変わるんですよね。どうしてもこちらねターコイズとかねこの上金系に頼りがちになってしまうので、真ん中にね銀爪を入れてみるとか、あえてねシンプルにプレーンフェザーを入れてみるとか、まあ、そうなるとここまで来るともうすでにねこう特大フェザーが、これちょっと順番おかしい、1、2、3、4、5枚、特大フェザー5枚、ここまでする人はさすがになかなか見ないんですけれども、もうこういった感じでねフェザーの方がどんどん増えてくるかと思います。ただねやはりねまずねこういったね珍しいフェザーの方もね徐々にねこう入店の回数が増えれば増えるほどね見かけることも出てくるので、まあ、購入できればね購入しといた方がねバリエーション増えるのでねいいんじゃないかなと思います。でそうしてる間にやはりねこのチェーンの方がどうしても開けてくるし、この束感が嫌になってきちゃうんですよね、どうしても。その時に登場してくるのがこちらの赤ビーズですね。その頃に、ね、タイミングよくどのタイミングで出てくるかわからないんですけれども、赤ビーズが出てくるんですね。そうするとこの赤ビで組むとこの辺のものもね綺麗に組めるようになってくるんですけれども、こちらがまずねゴローズの赤ビーズになります。あるあるとしましてはやっぱこの頃はもうゴローズ夢中なんですよ、ゴローズに。なんで全てゴローズにしたいという、ね、衝動が出てくるんですよね。なんでゴローズ以外のものは一切使いたくないと。で赤ビーズもゴローズのものを使ったりとか、自分は現在ターコイズとかもね使って組んでるんですけれども、こういったねターコイズ関係ですよね。こちらもねゴローズのものではないので、ターコイズなんかはゴローズで今現在出てないかと思うので、そういった面ではターコイズ関係もゴローズじゃないからつけたくないという、そういうねゴローズ信者的なもうガッチガチのゴローズな考えになってくるんですよ、この頃ちょうど。でそうなるとやはりね赤ビーズの方もゴローズの赤ビがいいということで、結構でかいんですよねこちらのビーズ。
大きいなと思いながら、やはりゴローズじゃないともう許せないという衝動になっているので、もうゴローズとこちらで組んでいくことになるかと思います。はい、こんな感じでね、赤ビーズ組んでみました。まあ、ゴローズの赤ビーズね、かなりね大ぶりなんですけれども、やはりねだいぶ違いますね、イメージがね。先ほどのチェーンでねつけてるじゃら付けに比べたら、かなりねこうバランスよく組めるので、やはりねこう枚数が増えてきたらね、赤ビーズといった感じで、この頃がね赤ビーズ期といった感じで、もうチェーンでもうやはりねじゃら付けの次にはね、こうやって赤ビーズを使ってこう綺麗にね仕上げるといった感じになってくるんじゃないかなと思います。でゴローズの赤ビーズかなり大きいんですけれども、個人的にはね細いものが好きなんですけれども、なぜね大きいかというと、まあ、ゴローズのねスタッフさんに聞いたところ、やはりねこのね皮紐がやはりねあまりね細いビーズを通してしまうと、ビーズにも皮紐にも負担がかかって良くないんだと、やはり長くね大事にね使ってもらいたいというゴローズのね、やはりその辺もねこだわりなんじゃないかなと思います。そういったところからもね、ゴローズでチョイスされているビーズは大きいとのことを聞きました。そういったことからもね、こちらゴローズのビーズで組んでもこんな感じのね大迫力の赤ビーズという感じで、夏場なんかはね結構ねド派手にこうやって決めてくるのもいいんじゃないかなと思います。そういった面ではこのね赤ビーズ期が来るんですよ。でそうして赤ビーズ期が来ている頃に、やはりねこれだけ揃ってくると徐々にねもう顔も覚えてもらったり、名前も覚えてもらったりとね、お店にもねかなりね、まあ、入店は結構難しいんですけれども、店内でもねコミュニケーションが取りやすくなってきてるんじゃないかなと思います。でそうしてる頃にね、こう徐々にまたね違ったアイテムの方もね購入できてくるかと思います。次に登場するのがこちらですね、ロングチェーンですね。次ロングチェーン機が来るんですよ。この赤ビーズ機の次にロングチェーン機、まあロングチェーン機と言いますか、まあ、このロングチェーンがね買ったり赤ビーズを持ってる時点で、やはりねフェザーの枚数も相当増えてきますし、バリエーションをね何パターンも持つようになるかと思います。例えば赤ビーズ用とこちらねロングチェーン用とかね通常チェーン用になってくるので、ちょっとね、こちらね、ロングチェーンの方でもね、組んでみたいと思います。はい、こんな感じでロングチェーン機ですね。ロングチェーンはね、やはり長いので、フェザーなんかあんまりつけない方がいいかと思います。トップ1枚とかつけてもまあ2枚ぐらい。あまり重たいのでね、結構ね、ブラブラぶら下がってる状態で、まあ、傷つきやすいというかね、あちこちぶつけやすいこともあるので、まあ1枚程度でいいんじゃないかなと。で、なぜ1枚かというと、もうこの頃3000円もじゃら付け機とか、このね、赤ビーズで散々つけまくってるので、その辺で飽きてきたというか、やっぱりシンプルに戻ってきて、まあ、ロングチェーンで一本付けみたいな、そういったね、ロングチェーン一本付け機が来るんですよ。そうしてる間に、ついにね、やはりね、徐々にこの辺、まあ、ね、出る出ない、早い遅いはあるんですけれども、ついにこの辺で登場してくるのが、まずこちらですね、キンフックですね。こちら多分ずっとね、この頃聞かれてる頃から、このキンフックあたりはね、聞かれてる方もね多いんじゃないかなと思うんですけれども、金フック、金ホイール、この辺がねやはりねこうちょうどこういろんなアイテムを購入して、ある程度ね、なんとなくこう欲しいものがねなくなるかなくならないかというかね、やはりね聞いて帰るだけみたいなことが出てくる頃に、この辺のねやはりね出てくるんですよね。うまいタイミングで聞いてると多分ねこちらの金フックと金ホイールの方が出てくるので、またその辺でね組むように、この辺のね例えば赤ビーズ機を経て、じゃあロングチェーン機を経て、また今度シンプルに多分細角チェーンの方に戻ってくるというかね、細角チェーンを使いながら、一番最初に買ったチェーンを使いながら、多分このね金フック金ホイールで組んでるというね、このねローテーションが素晴らしいですね、ゴローズさんの。まあゴローズさんが考えたわけではないんですけれども、やはりね通常の方がねそうやって通っていくんじゃないかなと思います。最初に買ったチェーンがまたここで生かされてくるということですね。最初に買ったチェーンから赤ビーズに移行してロングチェーンに行って、まあこれもずっと使ってるんですけれども、そういった中で今度キンフック、キンホイールが出てくるという状態ですね。その辺もね、じゃあちょっと簡単に組んでみましょう。ドシンプル機ですよね。ここでやはりね、キンフック、キンホイールが購入できて嬉しさから、もうシンプルに、もうね、このフックとホイールをね、もう強調して、プレーフェザー1枚とかね、こうやってドシンプル機に入ってくるかと思います。で、こんな段階になってきてくると、すでにね、もう3本持ちぐらいになってくると思うんですよね。実際この、1枚付け用、こちらの、ね、赤ビーズ用と、ちょっとごちゃごちゃしてきちゃいましたね。赤ビーズ用と、ロングチェーン用と、こちらのね、金フック、金ホイール。この辺でもうね、3枚ぐらいをね、使用しながら、まだまだアイテムも余ってるみたいな状態になってくるかと思うんですけれども、この段階でいつこの殺菌が手に入るかなんですよね。運が良ければ、このロングチェーンの前に出たりね、する可能性もあるんですけれども、本当にね、入店が難しいのと、本当に両番を取らなきゃいけないのと、出るタイミングですね。本当に難しいので、皆さん多分ね、ずっと結局この殺菌をね追い求めてるかと思うんですけれども、どの段階で出るかというところは非常に難しくなってくると思います。
やはり現在の金融フック、金融保有よりもね、かなりハードル高いので、そういった面で、ね、フェザー関係でこれがいつ出るかですよね。で最終的にはやはりね、このドシンプル機のこのフェザーの方を、こちらがね、先金に結局変わって、最後にはやはりこの先金がね、最終的に威力を発揮するといった感じになってくるんじゃないかなと思います。こんな感じですよね。こういう状態になってきて、やはりね、ここに行き着くまでにどれぐらいのね、こう時間と運をね、使うかといったところなんですよね。やっぱりね、存在感ありますよね。これ1枚だけで十分かっこいいので、こういった状況にね、やはりね、こうなりたいなという人多いんじゃないかなと思います。でね、このね、ドシンプル機からのこの結局ね、先金フェザー、ここまで行くのにもね、相当時間がかかるかと思います。でそのところに多分3本持ちぐらいですね、3本持ちといった感じで、いろいろね、こうバリエーションをね、考えるようになってくるかと思うんですけれども、まあその頃にはね、このフックの下にね、こういうメタルをつけてみたりとか、そういったアレンジする場合もね、非常に多いかと思います。の下にメタル、これやはりね、なかなかこの辺が金フック、金ホイールに変わらない分、ここでね、金がちょっと入れたいなということで、こういうところにね、金のメタルを入れるのも結構あるあるなんじゃないかなと思います。で一応ね、おおよそ現在の、まあ、ゴローズさんのね、状況だと、まあ、こんな流れなんじゃないかなと。大雑把にちょっとね、こうわーっとね、含んだり引っ張らしたりしてたんですけれども、まあ、現在のゴローズでね、こう進んでいくにあたってはやはりね、あるあるみたいな感じで、1枚付けからもう超ジャラ付け機が来て、赤ビーズが来て、ロングチェーンでシンプルチェーンみたいな感じになってくるんですけれども、まあ、これね、全てがね、みんなこういう、ね、道を通るわけではないかと思うんですけれども、本当にここまで来るまでだと、もう本当にね、もう長い人だともう10年ぐらいかかる可能性もありますよね。どの金フック、金ホイールがどの程度出るかというのも、やはりね、コミュニケーションの取り方にもよりますし、人それぞれなので、早い遅いはあるかと思うんですけれども、まあ、早くても数年もかかるんじゃないかなと。これだけ買う、これだけ今入店するのは本当に難しいので、入店してね、好きなアイテムを買うということが非常に難しくなってきている現在なので、そういった面ではね、時間がかかるんですけれども、細く長く楽しめるのはやはりゴローズの良さですよね。こういった感じで飽きないんですよね。徐々に自分の目標が一歩上がって、一歩上がってといいますか、一歩ずつ階段をね、上り詰めていくような感じで、その時その時にね、応じて欲しいものがね、徐々にやはりね、タイミングのともにね、出てくるといった感じで、ここから先はね、まあ自分もね、まだまだ未知の領域なんですけれども、これで終わりじゃもちろんありません。この先にね、金爪のね、先金フェザーとか、金爪のメタル付きを2枚付けされたりとかね、まあその辺もね、キムタクが付けてたモデルになるんですけれども、そういったものを目指したりとか、もちろん全金の特大フェザーですね、そういったものはね、もう非常にレアで、まあ到底簡単には出てくるものではないんですけれども、そういったものをね、最終的には、こう、イメージしながらね、こう期待を膨らませてね、ゴローズに足を運んでいらっしゃる方も多いんじゃないかなと。まだまだ自分もね、途中なので、今現在自分がね、こういう段階まで来てますよといったような動画にはなるんですけれども、でこういったところがね、現在のゴローズのこう移り変わりといいますかね、フェザーの組み方のオーソドックスなパターンかと思うんですけれども、ちょっとね、今後番外編といいましては、昔のね、オールドといいますか、古いものを使ったバージョンですよね。そうなるとこちらですね、全金系のアイテムと、まあ、ホイールですよね。自分もね、こちらかなり昔に購入したものなので、現在はね、非常に入手困難ということで、現在こちら組むというのは非常に難しいんですけれども、自分がね、ちょっと昔に購入したものがあるので、この辺をね、組んでいくことによって、あとね、ホイールですね、プレーンホイールも現在かなり入手が難しくて、特にね、シルバーなんか当分出てないんじゃないかなと思うんですけれども、まあその辺があるとさらにね、バリエーションの方が増えてくるので、ちょっとね、そういったクロート向けのね、組み方というものもできるので、ちょっとね、組んでいこうかなと思います。あとまたターコイズですよね。ターコイズもうまく利用すると、やはりね、先ほどね、お話ししたように、やはり途中ですよね、途中どうしてもゴローズに全てね、こう揃えたいというね、ゴローズじゃなきゃ気が済まないという時期が来るんで、この辺の時はなんでね、その辺がね、例えばロングチェーンとかいろいろね、自分の中で余裕が出てきたり、なかなか購入するものが購入できなくなってきたりすると、やはりこうやってね、ターコイズとかにね、こう目を向けてくることもあるかと思います。ターコイズなんかはね、ゴローズに限らずどこでもというわけではないんですが、購入できるところがあるので、そういうところに行ってね、ゴローズ関係のものを探すといったね、楽しみの方にも増えてきて、そうするとね、こうあれほどね、こだわっていたことにもね、こうあまり縛られることなく、こうやってね、ビーズ関係をね、赤ビーズのこういうところにね、入れてみたりとか、そういった楽しみ方もできるかと思います。それも多分あるあるなんじゃないかなと思います。で、ビーズなんかも現在自分が使っているものはね、もっとね、細めのね、赤ビーズ使ってるんですけども、
こちらですね、こう太さだいぶ違うんですけれども、赤ビーズの方もね、こちらもゴローズじゃないんですけれども、ゴローズにこだわることなくね、自分のスタイルをねある程度追求していくというのもね、こう徐々に徐々に出てくるんじゃないかなと思います。そういったことからもやはりね、こうこだわりを持ってゴローズばかりということもあるんですけれども、徐々に柔軟性をねこう蓄えて、自分のね好きな組み方ですね、本当にいいなと思うものを自由に組めるというのがね最大の魅力なので、ターコイズを入れてみたりとか、またねそういった組み方もね、こう現在は自分もしているんですけれども、なかなかねいろいろものは購入できないほどね集まってきたといえども、そういったね今度ゴローズと違ったところで関連商品でね楽しむということもねできるので、ちょっとねこちらのホイールを使ってさらにねクロート向けのねちょっと組み方やっていこうと思います。まずねプレーンホイールなんですけれども、後ろの方からまあ革紐の方を前の方に出して通してきます。こういった状態ですね、こちらにバックまでいう状態で、でその時点でフェザーの方を通していきます。フェザーを2枚通して、先金フェザーの方に紐を交差するしたものをまたね交互にね交差するような感じで、革紐を上のホイールのね残りの穴に通して、まあ、こんな感じになってますね。で後ろで肩結び一つするんですけど、その時点でこちらのねこう輪っこの方をね緩めて出しておいた方がいいですね。ここをねここにあと通すので、この輪っこをちょっと引っ張ってこう出しておきます。緩めにね出しておいた状態で、後ろで一回肩縛りを、まあ、これもね、緩くした状態です。全然こう緩い状態ではないですね。緩い状態でした状態で、この後ろの先ほどのね、輪っこの方に、こういう感じで輪っこの方に通していきますね。でこれ輪っこが入ったら、ある程度今度肩縛っていきます。こういう感じでね、縛っていくんですけども。はい、どうでしょうかね。こんな感じで結構ね、レアな組み方ですね。やはりホイールもあるとかなりね、こうやってね、小さいフェザーなんかも生きてくるので、かなりクロート向けな、ね、こう組み方になったんじゃないかなと思います。なので、ね、ホイールがなかなか、ね、プレーンフェザーが手に入らないのは非常にネックなんですけれども、まあね、昔購入されている方とか、ね、現在、ね、お持ちの方は、ね、様々なバリエーションが広がるかと思うんですけれども、そういった、ね、組み方もできるので、本当に、ね、ゴローズ、本当に様々な、ね、パターンとバリエーション、本当に、ね、人それぞれ同じ組み方が一つないというか、ほとんど、ね、同じ自分と、ね、同じ組み方をされている方と会うこともないので、そういった面ではね、今回の動画を通じて様々なバリエーションをね、楽しめるのがゴローズということも分かったんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで、ね、今回ね、ゴローズのフェザーのね、購入順に、やはりね、どんな感じでね、フェザーの方を買い足していくのかというところと、どういう流れになってくるのかというところをね、オーソドックスなパターンで紹介をしてみました。最後にね、こちらのね、ショーケースの方に自分のね、入れてみたんですけれども、革紐のね、1枚木ですね、革紐1枚木があって、やはり2枚付けになってきて、で赤ビーズ、まあ、その前にジャラ付け機に来て赤ビーズで、ね、組んでみたり、ロングチェーンで組んで、最後はこういった感じシンプルなね殺菌フェザー1枚付けといったような感じになりました。といった感じで今回長めの動画になってしまったんですけれども、ご視聴ありがとうございました。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。